前回のボンボンクラフト、みんな好きでしょ恐竜ね。福井県と言ったら福井の駅前なんかもう恐竜一色でさ、へぇー、もうなんかもうちょっとでビームとか出そうですよこれ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、こわっ、ギャー。皆さんこんにちは、ボンボンクラフトのお時間でーす。お相手は私、じゃじゃーん、菊池と、じゃじゃーん、カズクラです。はい、カズさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。このボンボンタウンの世界観とカズクラのこの世界観も、はい、いい感じで融合しております。そうですね、ここまで来るとね、世界的なものにね、うん、行きたいなと、ね、今回はワールドワイドに、そうそう、ワールドワイドに行きたいなというこということで、もうすごい難しくて、はいはい、みんなも手をつけてこなかった、はい、ね、こんなものを作ろうと、はい、何ですか、モアイモアイ、今笑いました、モアイモアイ、みんな難しくて手をつけてこなかったっていう、それですよ。単純なものほど難しいんですね。なるほど、料理でも何でもね、はい、卵焼きがね、はいはいはい、食べれば味が分かるとか言うじゃないですか、はいはい、モアイを見れば了解しました。建築能力が分かる、はい、はい、分かりました。では今回はモアイを作っていきたいと思います、はい、ではモアイでも前回はい、同じようなことしませんでした。同じって恐竜ですよ。前回。前回あ、わかりました。はい、どうですか。じゃあ今回モアイに動きをつけるということで、はい、手足生やしましょう。生やして、はい、しかもなんか動いてる風な感じに仕上げるみたいなのどうですか。いいですね。手とかこうね、はい、ちょっとこの動いてる、そうしましょうか。そうしましょう。躍動感もつけたモアイ、はい、これは難しいぞ。これは確かに誰も手をつけておりません。はい、なですね、はい、勝手にコラボレーションということで、この溶岩の周りちょっとなんかね、はい、寂しいかなと思ってさ。そうですね、こちらはギコちゃんと作ったレンダードラゴンの卵なんですけど、ね、すごくものとしてはね、うん、いいんですよ。ここにねモアイが来ることで、はい、さらに動きが、ね、そうですね、良くなるんじゃないのかなと。添える感じでモアイを作ると。そうですね、ここら辺からでボディが始まる感じでいいかな。わかりました。どうだろう。そう、ボディなのか顔なのか。顔ですね。モアイなんだ。今回作るのモアイなんで、はい、あー、オッケーです。そうそう、でここから下の方を使って躍動感とかをね演出していく感じで、はい、まず骨格からね、はい、作っていきましょうか。はい、なんかこの作業前回もやった気のせいですよ。いやでも建築の基本だからね、やっぱこれ2人でやるっていいですね。そうですね、すごいサクサク早いです ね, ね。しかもカズさん慣れてらっしゃるの本当に早い。こんな感じですよね、モアイの基本って。これ花すか。はい、結構でかいっすね。いやモアイ花なんでちょっと出すぎてますよこれ。こんな、あーちょっと、ちょっと横から見てください。横からなんか魔女っ鼻みたいになってる。魔女ちょっとかき鼻かちょっと違うか。ちょっと待てよ俺。あ、でも鼻っぽいっちゃ鼻っぽい、ね、鼻っぽいっちゃ鼻っぽいですね。最悪後でアレンジすればなんとかなると思いますんで、はい、大丈夫ですよ。手と足もいっちゃいます。躍動感あふれるものにしていこうかなと、はい、ギミックもつけたいんですけど、これさらに、やっぱそうですよね、カズさんといえば。そう、カズクラといえばね、ギミックですから。ちょっとちょっと裏作業で進めてますんで。あ、じゃあ僕が青のパーツとかもつけますね。はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、任せてください。もうお互い信頼しきってるんで。はい、ね、そうですね、お互いに任せとけば、もう大体もう大丈夫だろうと。はい、あいつに任せればあんぐらい。ああ、すごいじゃない。目ですか。いや、いいよ、めっちゃいい感じになってる。テーマは躍動感。躍動感ね、実際に動くわけじゃないけども、はい、動いてる風な感じでね。そうですね、生き生きした感じで。やはりいけます、いけます。やはり大地をこう蹴って、そう大地を蹴って走ってる感じを出したいなと思って。はい、これカズさん、はい、何の躍動感ですかこれ。走ってる感じですよね。走ってないんでしょこれ。走ってますよね、完全に。いや、完全にこの卵を乗り越えようとしてますよね。そしてはい、ということで、はい、モアイが完成しました。できましたね。世界的なこの、なんていうんですか、歴史のね、世界に恥じない建築がね、はい、できたかと思います。できたと思います。はい、では早速見ていきましょう、はい、こちらです。じゃじゃーん。モアイです。卓
ックスに捕まえてるみたいな。ねえ。おい、まあ、私確かに後ろに。おい、ちょっと通り過ぎたよ。おいおいっていう。もうね、この子もね、温めたいかなと思いまして。はい。はい、そこでですね、まだこれ検証すらしてないんですけども、はい、大丈夫でしょう。そうなんです、これテストとかしてないです、全く、はい、全くしてないんで、はい、でも大丈夫だろうということで、多分ね、物は繋がってるかと思ってるんです。仕掛けを作っていただきました。はい、では早速な、見える角度にお願いします。はい、ここで見えると思います。いきますよ。なもう歓喜の嵐ね、はい、コメント欄とかで、わあすげえ、すごいと、すげえ、じゃじゃん、カズクラすげえと、はい、なるようにいきましょう。はい、お願いします。はい、では行きます。オンと、あ、やってた。鼻から出た出た出た、鼻から卵を温めるシステムは鼻血みたい。あー、違う鼻血が鼻を、あ、あー、来ましたね。コラボ来ました。コラボです。あー、いいコラボができました。コラボの中のコラボ、さらに卵を温めるモアイ。はい、もう一つでね、二粒美味しいみたいな感じできましたね。そうですね、一粒で。素晴らしい仕掛けだったと思います。どうでしたか今回、はい、どうでしたかこれ。後に続くゲストさんとかも、はい、あ、これぐらいでいいんだねっていう背伸びしすぎないっていうのがね、やっぱ一番のポイントかなと思ってます。僕もボンボンクラフトのハードルをぐっと下げていただいた。楽しくできましたよ、本当に。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、こちらの動画良かったと思う方はぜひグッドボタンをお願いいたします。はい、お願いします。またチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。お願いいたします。ということで今回はカズさんと躍動感のある、はい、鼻から溶岩の出るモアイを作りました。はい、次回もまたご視聴ください。はい、さよなら。さよなら。